挨拶。先生、おはようございます。いや、おはよう。おはようございます。おはよう。おはようございます。うん、校長先生、おはようございます。えい、だんだん雑になってるぞ、UFO。 あともくん、今日遊べる？悪い、今日は用事がある。そっか。そんなに落ち込まんでも、海外で働いてる父さんが数年ぶりに帰ってくるんだ。いや、さらわれてるの気づけよ。うわぁ、一度でいいから UFO にさらわれてみたかったんだ。のんきなこと言ってる場合か。次回、トゲルが宇宙で大冒険、お楽しみに。次回に続くな。うぅ、ともくん、助けて。どうすればいいんだよ。なに、トゲルくんがさらわれた。こうだったら、今日から私がトゲルくんになる。何一つ解決してね。それにしてもいいな、私も宇宙行きたい。ずるいずるい。羨ましがってどうする。木野先生登場。北郎先生、おはようございます。おはき。先生なのかよ。今日から先生になった北郎です。木曜日だけは真面目に働きます。いや、木曜日だけかよ。さてと、そろそろ教室に行く気。うん、歩けないから教室に行けない。なんで教師になろうと思ったんだ。仕方がないですね、私に任せなさい。校長先生、これでよし。切っちゃうのかよ。ありがとう、北郎先生。退場早くねえか、体育。よし、今日はみんなでバーベキューだ。体育じゃねえじゃん。それでは火を起こすための薪割りを。あ、薪割りは立派な運動だ。完全に今思いついただろ。まともくん、薪割りうまいね。僕ちっともできないよ。お前が持ってるの斧じゃなくて大根だぞ。おーい、待ってくれ。実は薪じゃなくて北郎先生でした。さっきより短くなってんじゃねえか。北郎先生、生きてたんですね。へっちゃらだき。生命力強いな。算数、今日の授業は三角定規を使います。みんな持ってきたか。ピザ食いながら授業すんな。もちろん持ってきましたよ。ゾヤ顔のところ悪いけど、それは分度器。校長先生、間違えてる。いや、お前の方が間違いがひどいぞ。それはハンガー、それはこんにゃく。ちゃんと持ってこれたやついねえのかよ。テスト。問1、楽しみにしていた遠足が中止になりました。その時の気持ちはどんな感じですか。漢字のテストじゃないのかよ。今日のテスト難しいね。なんで校長もテスト受けてんだよ。